はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン。ディミーラゴンタッチウーロというデッキになります。はい、最近ですね、日本予選かなの予選のデイリーチャレンジというものが、行われていまして、そこでですね、まあ、ちょくちょく顔を見せているデッキなんですね。まあ、毎日1個か2個ぐらいはいて、まあ、する体の限りに隠れてはいるんですが、こういうデッキは強いのかなということで、今回こちら紹介しようと思います。はい。で、このデッキの特徴はですね、ディミーアコントロールにウールを入れることによって、まあ、リソースの補充を簡単にしようとしたというデッキになります。はい。で、これのデッキの強みは、まあ、豊富な除去とカウンターから、多分数体に対してのメタなんだと思いますが、カウンターをしっかりしていって、まあ、でかいカードにつなげようという感じのデッキになっております。はい。まあ、なんか、ハイドルとコンセーターにめちゃくちゃに弱そうな気はしなくはないですが、まあ、その辺は置いておきましょう。はい。で、まあ、もともとはですね、ANC の投入2枚のところが霊気の疾風だったんですが、まあ、BO ガンダムの撮影ということで、まあ、ちょっとここだけサイドチェンジして使ってまーす。はい。で、ハイドロイドコンセーター以外には強いのかなという印象がありますね。私の好みとしては、まあ、ハンデス多めな感じのコントロールの方が好きなのですが、このデッキはですね、もうハンデスガン抜きして、その枠を全部カウンタードローを、あと除去に変えてますね。はい。まあ、こういうのもなかなか面白いんじゃないかなと思います。はい。まあ、今回もですね、まあ、ランクマッチので、上がってみたんですが、結構強いですね。速攻相手にも、こういう除去が多くて上がりますし、コントロール相手にも、ウーロのね、リソース生成能力で勝っていけるということで、まあ、スペルコントロールにおいてウーロが強いんじゃないかなと思います。はい。というわけで、対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。こちら先行ですね。これはキープで良さそうな気がしますね。キープしましょうか。緑2枚あるし、黒か青かな。ダブルシンボルがあることを考えると、青を持ってくる方が良さげな気がしますね。まあ、相手のデッキによっては、まあ、ショックインせずに置いて、ウーロからスタートしようかなと思います。先行取れたのは結構でかいですね。これ相手のスクライ見てたのが良かったな。そうですね。こっちはいい感じに引けてますね。相手もするタイプっぽい気はしなくもないですけども、ここでなんだっけ、ティムール。これはこっちでいいな。アドベンチャーですね。ここで構えるってことは。アドベンチャーには、サイドボードのしおりがあれば強いんですが、あ、メインには入れてないので、あ、劉備。はい。自由枠に、指入れてるんですね。ん？指？ティムールフラッシュか？ティムールフラッシュの気がしますね、これ。はい。もう一枚論争があるなら、触ってほしいですが、ないっぽいですね。巻き直し、このタイミング弱いんですよね、すごく。いや、持ってた方がいいか。巻き直しっていうカードはですね、フラッシュの最大においてはめちゃくちゃ弱いカードなので、あまり使いたくはないのですが、デフネット。メディテイト、アヘッド。
フネットは食らい尽くしで消しておきますか。まあライブラリかな、これは。ランデスだったりするのかな、これ。ケフネット入りはあんま見ない気がするんですが、ティムールで使いたいスペルは何ですかね。ケフネットから使って強いティムールのスペル、あまり覚えがないですね。とりあえず一旦無情な行動で書いてもらえますか。うん、1マナのカウンターがないことは分かってるので、で手札にもう1枚のケフネットはないみたいですね。ちょっと厳しいかな。カウンターとあと土地がもう1枚ぐらい欲しいとこではありますね。トップイン、採掘断ち切りさせることもできますけど、こっちかな。ドローしたいけど、なんかナーセットがいるからできてない感じがちょっとありますね、相手。ボトム、オッケー。ただ土地がないですね。エンドかな。固まったってことは多分フラッシュのドローじゃなってるんですよね。カウンターではないと思いますね。ブライ。トップにあるのはケフネットで分かってるので。アメッタイフォー X3 かな。うん、いいですね。で、エンドでケフネットを引きました。手札残り1枚はケフネット確定なので、これ巻き直しでほぼ勝ちかなと思います。うい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 。絶対に素置きしますか。はい、基本的にトップが何があっても勝てるかなと思います。そうですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。こちら先行ですね。これはなかなか良さそうな判断だと思います。キープしましょう。ドロソが欲しいですけどね。ドロソとあともう2マナかな、因子の投入までいけるくらいにしたいところですね。ほい、ほい。怒られた。速攻相手にもある程度は戦えるかなと思います。取り除きくらい尽くしもあるので。相手考えてますね。今の環境でですね、取り除きである必要があるかという問題が実はちょっとあってですね、今の環境3コースのプレインズウォーカーがあまりいないんですね。はい、赤タンからもあんま飛んでこないですし、ナーセットもまあ数そこそこいるにはしてもそんなに多くないので、無情な行動の方が刺さるんじゃないかなという思いが実はあったりしますね。まあただトークンだったりとか、あとはハイドロイド混成体とかも落とせるので、まあ、好みにはなるのかなとは思うんですが、テフェリーが大量にいる前ほどのパワーはないかなと思います。大手のし、いいですね。フラッシュかな？ディミーアフラッシュかディミーアコンか。
昔はとっくに起きましたね。で、相手は特にカウンターを持ってるわけでもない。ビミアフラッシュかな、そうですね。相手もカウンター構えてるんですね、これきっと。お互いにね、カウンター構え合って何もできん状況ですわ。はい。まあ、バントレス城を起動していきましょう。何もなければね。起動したタイミングで動いてくるなら、その後返しもこっちを受けるので、いいのかなと思います。6マナ。ほい。あー、この対面での巻き直し、いやーでも持っとかないと厳しいかな。確定のカウンターを1枚は持っておきたいんですよね。変な。お互い構え合う展開。こちらね、お互い綺麗に伸びてるので、オフトは OK でーす。こっちの方がバントレスがある分、綺麗に動けてるのかなと思います。まあ、割ってきそうですけどね、背景のうちで。黒、緑、黒かな。スクライは冷めたいフォンでいいでしょう。変だ。状況判です。あー、食に巻き直しかな。金の方に打ちます。巻き直しから、巻き直しを残すとですね、こっちのアンタップが使えるので、あと、今のタイミングで相手がちょっと甘えた動きをしたおかげで冷めたい方を受けますね。いやー、美味しい。追加食はやめてほしいところではありますね。うん。いいですね。お互い構え合っていきましょう。こっちの方が優位なゲームが始まってるんでね。一応有利がなくなったか。ただこっちの方が先にサメを構えて動けるので、いいですね。これにカウンター切らせれたのはとてもでかいと思います。ほい。いやー、ここにカウンターを切らせれたのは結構でかいですよ。で、永遠神の投入をですね、自分に打ちます。こっちの方が絶対に強いので。ウーロは出さなくていいかな。どうされますかね。食らい尽くしでいいかな。サメのでかい方を立てる方が多分強いので、墓地かな。
編み切りましょう。もうカウンターでも何でもいくらでもされていいので殴ります。リソース的に、完全なギミヤコンだとこっちの方がね、ムーロが使える分リソースは多いので、はい、まあ土地と大手の市以外かな。相手爆発しましたね。グッドゲーム、大さんありがとうございました。はい、大さんよろしくお願いします。空港なのがあれですが、まあ、立派なだと思います。赤単に相手もね、一応、サキさんのアナックスに物語の終わりを、なんとかなるはなるので、まあ、キープかなと思います。キーアンタップの土地欲しいですけどね。サクリファイスかな？ラクドスサクリファイスか、そのあたり、ん？土地1キープですか？大したものですね。土地もう1枚引けば強いみたいな、そんな手札なんでしょうか。あー、それダメですね。先のアセットかな、これは。おー、これは取り除きかな。ここが軽量除去欲しいですね。もう一枚。はい。栄養とかだったりするのかな？食らい尽くしもっときましょう。で、エンド。エニシュの侵略はね、起動までに結構時間がかかるので、しばらくは放置しちゃってもいいかな。今あれ、と。デッキ内容がちょっと見たいか。そうですね、見たいですね。ブロインちゃんとみたいなやつなんですかね、これは。それだとルーリスとかも入ってそうですね。はい。まあ。大当ての棚をして、ドローして、土地引けないですね。メアコのビヘビを墓地に送っておきましょう。このターンに絶滅のケーキを打たなきゃいけないかなと思います。相手の行動次第ですけどね。ブルインチャか。死ぬの限定、はい。に。血の重みは、まあ、取り除きでいいかな。いや、違うな。無情な行動が、侵略にさらに可能性があるのに、こっちですね。とりあえずナーセットは落とすかな。できればメアコを持ってきておきたいですが。まあ、相手の行動次第ですか。こちらは土地があと2枚ぐらい欲しいとこではありますね。はい。そう、千日衆の侵略はですね、ある程度放置しててもいいんですよね。ぶっちゃけた話。で、そうするとですね、相手勝手に体力減るので。こっちでいっか。相手の、まあ、使われてめんどくさいオーラ系エンチャントと、ドロソですね。消します。
まあ、それはそれとして手札にあっても困るので、もう一回捨てます。悲しいですね。はい。ラゴ捨てます。でかくならない限り次のターンまで放置でいいかな。そうですね。放置があと1枚欲しいところですね。出ましたね。まあ、異変身の投入で。はい。まあ、こっちの方が早いんですわ。悪魔の抱擁。墓地にあったら次の段メダコで消しますか。いやー、でも一応ここもう一旦、取り除きと論争考えでもよかったかもな。そうですね。永遠神の投入使わずに取り除き論争構えでもまあよかったのかなと思います。まあ除去は飛んでくるでしょう。ここにね、除去いっぱい切ってくれると、それはそれで OK なので。よくもその石。とりあえず、悪魔の抱擁は消します。まあ、なんか急に、でかくなりそうなオーラ系を、全部取っとけば、はい。これでいいのかなと思いますね。今の永遠神のおかげでライフもちょっと回復したので、ちょっと余裕ができましたね。まあ、無視でしょう。まあ、ボーラスの調整はダメですね。通るわけないじゃないですか。いやー、でも神秘の論争だったかな、今。ああ、相手爆発しましたね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、なんていうか、一旦マウント取ったらそのままマウント取り続けて勝ち、みたいなことが多いですね。はい、まあ、コントロールって基本的にそういうデッキなのですが、まあ、大当ての棚卸しを、永遠神の投入を自分のね、デッキ削りに使うことによって、墓地に落としたりとかして、結構簡単に使うのかなと思います。はい。ただですね、ウールの効果で、ボアーテの棚卸しは、追放しないようにしましょう。これ以外のカードを追放するようにすると、まあ、ボアーテの棚卸しのバリューも上がってくれるのかな、と思います。はい。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは